もうあれは録画も名前もやったんですか。録画をしたんだ。録画じゃなくて、これ名前もやりましたよ。さすが。さすがです。助かる。お願いします。はい。いやー、1週間ぶりですね。すべての子供たちにおめでとう。暑いっすよ、今日沖縄。なんだろうってぐらい。なんか来た。あと何秒ぐらいですか。あと30秒ぐらい。どうしたの。銀のお猿さんが来れました。あ、本当？ありがとう。ふわふわのやつです。ありがとうって言っといて。銀藤さん、ありがとう。ありがとうって言っといて。はい、毎週土曜の昼下がり、皆さんお元気ですかと、今日はちょっとテンション高めにしてみましたけど、また通常運転に戻るという。はい、今日ね、夏らしい沖縄、もうとっても夏らしい。久しぶりに半袖で終わりますよ。かりゆしウェアを着ております。まあ、かりゆしウェアは割と頻繁に着てたんですけど、今日はあったかいですね。この中もちょっと暑い感じがしますね。おお。まあ、なんだろうね。やっと夏本番になり始めたかなって。沖縄ってですね、なかなかその、なんだろうな。なんだろう、いつもだったら2月の寒い時期が終わったら、夏本番って感じなんですけど、なかなか今年は寒くてなかなか暑くならなかったんですけど、ようやくね、暖かくなってきて、やっぱね、暖かい方がいいですね。体が動く感じがして、なので とかいつも番組コールしてないのかな。一応アイデアの IOK ということで、本当はね、相談番組なんですよ。でもほぼ相談は来たことがなく、最近思うなと思うのは、ツイキャスとトークするツイキャス風ラジオ番組みたいな。どっちかというとツイキャスと会話しながら、ツイキャスメインでラジオな、ツイキャスをラジオで流してるんじゃないかと。ラジオをの電波、ラジオをツイキャスに載せているというよりは、ツイキャスに参加してくれるリスナーさんと話をしながら、ラジオを進行しているなという感じで、初めの頃はね、結構音楽とか選んで、何話そうかなって、こんにちは、ギトロさん。っていう感じで、いろいろね、考えてたんですけど、もう最近はもう一応、まあ、ここ来てから考えようかなみたいな感じになって、いや、別に手抜きではないんですけど、こうやってあんま考えすぎても話しきれなくなるのもあれだし、やっぱね、リアルタイムでやるから。ああ。かりんさん、こんにちは。涼しげですね。似合ってますよ。ありがとうございます。今日暑いですよね、かりんさんね。かりゆしウェアはとっても便利でですね。今日暑いなと思って。いや、久しぶりにちゃんと、ロング T シャツの上にかりゆしを着ることもあるんですけど、ちょっともうそれはちょっと僕の中で邪道だなと思います。ちょっとやっぱりロング T シャツなしで着たいなと思ってたので、今日はいいぐらいの暖かさになってよかったなと思ってるんですけど、はい、もう娘も進級してですね、新しい季節が本当に始まりましたよ。来週はようやく幼稚園の息子たちの幼稚園の支援式があって、
で入園式があるんですけど、まあ入園式はうちの子たちはどうなのかな、もう入園はしてるんですけどあるのかな、ちょっとその辺がわからないんですけど、まあね、旅立ちの時期ですね。うん、なんかいろいろ気になることもありつつ今日はまあ婚活の話とかちょっと教育の話とかもしていければなと思います。また追加次第でしょうかね。はい、本日もアイデアの IUOK1 時間よろしくお願いします。いやー暑いっすね。なんか、うん、今日はとっても暑い感じがします。なんか最近小学校、幼稚園の先生が内地に行ってたんですけど、内地の方が暖かかったって言ってましたけどね。うん、なのでまあ、ようやく、あ、今日もようやく T シャツの人が増えたなって感じです。うん、なのでまあでも本当に今日が琉球開園祭で花火が上がって、来週から宜野湾は海開きなのかな、まあ、そういうのもあるのでちょっと楽しみですね。はい、アイデアの IUOK をお送りしております。このアイデアの IUOK はですね、沖縄県 NPO 法人沖縄県出会い結婚支援センター婚活モールの提供でお送りしております。でまあ婚活の話半分とか全部とか婚活の話とかと、まあ、僕の得意分野の教育の話とかをやっていこうかなと毎週思って話をして、リクエスト曲探してる暇がないのでだいたい曲なしで1時間ぶっ通しで話しているというかなりなかなかな番組をやっておるんですが、ですね、ちなみに婚活モール、イベントがございますよということで、4月23日日曜日ですね、5月5日今度は祝日ですね、どっちも12時から15時、ご飯を食べながらの婚活、やっぱね同じ釜の飯を食べるっていうじゃないですか。やっぱなんか食べながら話すっていうことはとっても話しやすい雰囲気になるかなと思うんです。で婚活のイベントって婚活パーティーにしろですね、いろいろあって本当にこう会って喋ってプロフィール見ながらってやるものと、やっぱご飯食べると人のなんだろうな性格が出たり、夜だとお酒ありだったらお酒ばっか飲む人もやっぱいるんですよね、緊張して恥ずかしくて、やっぱそういうのが見えたり、その TPO の様子とかが分かりやすいと思うんですよね。だからまあこういうのに、まあ、ご飯もあるしっていう感じで婚活プラスアルファも楽しんでもらえればいいかなと思っておりますので、またお問い合わせ番号は最後に言いましょうね。4月23日と5月5日にあります。で、いつもお願いしているのが、既婚者も、まあ既婚者も来ていいじゃないんですけど、なんだろうな、結婚したい人が周りにいる人はぜひぜひ伝えてほしいなと思っていて、どうしてもですね、どうしてもですよ、こう既婚者はやっぱ婚活関係ないと思ってるので、で自分関係ないからと思うんですけど、結婚したい人がね、婚活したいと思ってる人がどうしてもいいか分からなかったりするので、あ、ラジオで聞いたよって言って、こういうのがあるらしいよみたいなことを言ってあげるのも、まあおせっかいなんかもしれないんですけどありかなと思ってます。でこれすごい特典ですよ、すごい特典話しますよ今からすごい特典なんですけど、このアイデアの IOK を聞きましたと、 FM ギノワンラジオ聞きました、また山下さんのラジオ聞きました、マスオさんのラジオ聞きましたと言ってもらえば、婚活モールの入会金が半額になります。これは理事長に現地を取っておりますので半額になりますので、
抽選とかじゃないんですよ。聞いたって言えばいいだけです。でこれも伝えてください、周りの婚活の人にね、婚活モールに入るのに入会金が半額になるよっていう。で普通だったら20万とか30万結婚相談所ってかかる場合があります。まあ物によってはね。で婚活モールさんは2万円未満のお金で入会できるところ半額になるので、1万円、福沢さん1枚買い出せばお釣りが返ってきます。まあ別に月会費もあるので、いろいろあるんですけど、まあ、ちょっと男女のね金額のあれもあるので、ぜひぜひ婚活モールに話をちゃんと聞いた上で自分に向いてるかどうかはやってみないとわからないので、まあ聞いて話してみて入会するか決めてください。で婚活モールって話聞きに行くだけでも全然 OK で、で来たから絶対入会とかそういうわけではないので、まず聞きましょう、ね、まず知りましょうということでおすすめしますので、既婚者だから関係ないわじゃなくて独身の人が周りにいたらですね、ぜひぜひ声かけお願いします。で連絡先をご紹介いたします。098-870-2621 婚活モールまでお電話していただければなと。あとですねホームページもあります。そこからのメールアドレスで来てもらっても OK なので、ぜひぜひですね来ていただき、本当にねやっぱね情報って広がらないんですよ。婚活の情報ってなかなか広がらないので、そういう意味ではこういうのをねたまたま耳にしたでもいいんですよ。もうこれも運命縁なので、もしかしたらね、で婚活モールも3年終わって4年目に突入してるんですけど、まあね婚活モールで出会ったカップルさんももちろんいますしね、そこから新しい命ももう生まれ出始めているわけですね、3年も経てばね。ってことは生まれる予定がなかったかもしれない。婚活モールがなかったら結婚もしてないし子供も生まれてきてなかったかもしれないかったものが、まあある意味ゼロだったものがプラスになるんですね。結婚しないことはマイナスではないので、でまあ結婚したらプラスっていうわけではないですけど、やっぱこう子供を授かるっていうこんな嬉しいことはないので、ぜひぜひおめでたいことですのでね、もし結婚したいって言って悩んでる友達がいたら、なんかラジオ聞いたら半額になるよっていう話をちょっとしてもらってですね、お電話してもらってラジオ聞いたんですけどっていう形で、本当に入会金、月会費も沖縄料金というか負担がなく、やっぱ続けないと続かなんかね、やっぱすぐ見つからないっていうのがやっぱ実情なんですよね。なので続けてほしいということで低価格でやってくださっていますので、ぜひぜひ、まあ、まずお話聞きに行く、で自分が紹介したいんだけど実情がわからないからっていう人も、もちろん婚活モールさんにこういう事情で話聞きたいんですけどっていう形でお話聞きに行かれていいと思いますので、でですね、じゃあちょっとじゃあ婚活の話というか今の沖縄の結婚事情の話をちょっとしてみようと思うんですけど、最近ですね新聞にも載ってました。障害未婚率っていう言葉があるんですよね。障害未婚率っていうと何かというと、50歳以上で結婚してない人たちはもう勝手に一生結婚しないだろうって判断されるんですよね。これちょっと悲しい話なんですけど、で未婚率っていうのは結婚し独身率ではないんですよ。一回も初婚っていうんですけど、初めての人、一回も結婚したことない初婚経験のない人を、未婚者と言います。なので僕は結婚する気がない人は非婚者ってよく言うんですけど、結婚にあらずね、非婚者で初婚でないこと、結婚したいけどできてない一回もしたことない人を含めて未婚と言います。で未婚率がで50歳以上だともう一生結婚しませんよねあなたみたいなちょっと冷たいなと、いつからでも結婚してくださいと思っているんですけど、だから離婚した人は未婚に入りませんね、一人身でもシングルマザーでもね、独身っていう感じですね。
なのでまあ一生結婚したことがない人での率、生涯未婚率、50歳以上で1回も初婚、結婚経験がない人の率で沖縄県の男性は1番でした。ね、まあまあ僕が見たデータだと1番じゃなかったんですけど 26.4% ですね。4人に1人ぐらいで、女性は確かにちょっと忘れたんですけど 2,3 番ぐらいで、7人に1人が1回も結婚せずっていう感じで、26%、 昔なんか 10% 切ってた時代なんですよね。それが 26% なので、まあまあなかなかその結婚しづらい時代になってきたのかなと。もちろんね、独り身が悪いってわけじゃないと思うんですよ。老後が一人だと寂しいっていう思う人もいるかもしれないですけど、まあ別に一人の方が楽だしっていう人は別にそれはそれでいいと思うので、まあ、そういう意味ではね、結婚しなければいけないっていうことはないので、しなければいけないのは苦しいですよね、お互いにね、うん、で法律でそういうこと決まってるわけじゃないので、でやっぱりね、同性愛者の方とかはやっと同性婚を認めてくれるけれども、婚姻関係としては認められないとかね、うん、まあ人が愛せないとか、まあいろいろあると思うので、まあ必ずいろんな人がいるので、いろんな考えがあっていいと思うんですけど、やっぱそういう意味でも、まあ逆に言うと、そうやってそういう中でもやっぱり結婚したいなと思っていても、なんやかんやで結婚できないというか、結婚する機会がなかった人っていうのが沖縄では多いと。これで話すとやっぱみんなびっくりされるんですよね。なぜなら、15歳からが、まあ、なんだろうな、子供が産めますよっていう計算に入るんですけど、その国勢調査の結果で言うと、まあ、僕が見たデータがちょっと前のやつなので最近のデータではないんですけど、20歳から24歳までの、未婚率では実は沖縄は男女ともに、一番低いわけですよ。一番低いっていうことは、まあ20歳から24歳までで結婚したことがある人が全国で一番多いと。でそこから次の世代、次の階層っていうんですけど、25から29になると急にトップス5にも入らなくなります。で大体この10% ぐらい、20歳から24歳までが 10% ぐらいで、その次の5歳、25歳から29歳までが 22% ぐらいで、30歳から34歳までが 22% ぐらいで、大体この辺で34歳までで半分ぐらいの人が結婚するんですけど、35歳を超えると今度 10% ぐらいになります。だから20歳から24歳までと35から39歳までの間で結婚し、結婚する人、初婚で結婚する人は 10% ぐらい、同じぐらいですね。で怖いことに40代を超えると急激に減ります。 5% ぐらいに減ります。なのでやっぱ40代超えると、そのやっぱ同世代と結婚する人が多いんですよね。で周りに結婚してる人も増えてくるし、うん、まあ諦めちゃう人もいると思うんですよね。だからそういう意味では難しくはなるけど、婚活モールって40代とかで結婚される方結構多いんですよ。でアラフォーになるとどうしてもこの重い腰が動かなかったりするので、でもやっぱりこのなんだろうな、この流れ的に言うと、やっぱ女性はやっぱ子供を意識するんですね。子供が欲しいからっていう人ももちろんいますし、まあ結婚するなら子供を行った方がいいかなって思う人って、せっかくだったらね、結婚したら子供を割とこう産むことに対してこうなんだろうな、理由がつくというかね、シングル未婚の母とか未婚の父よりは全然周りのね喜び方が違ってくるはずなので、
まあ、そういう意味では、なんだろうな、まあ、結婚したら子供も欲しいなって思うとして、じゃあ婚活しよう、結婚しようと思うと、やっぱ子供のこと考えるじゃないですか。じゃあ、もう散々言われてるんですけど、まあ、産婦人科学会は35歳から高齢出産で、まあ、普通に医学産婦人科はちょっと厳しめにしてるので、40歳から高齢出産って、あの医学全日本医学研学会だったかな、は、まあ、この開きはあるんですけど、まあ、40歳になったら子供を産むのにリスクが、まあ、いろんなリスクが、妊娠しづらいとか流れやすいとかで、元気な健康な子供が生まれにくいとか、まあ、いろいろこれは諸説あるし、まあ、これはあくまでもね、100% そういうことがあるわけではないのであれなんですけど、で婚活ボールで実際40代で結婚されてお子さんに恵まれてる方もいるので、だからまあ諦めないことが、まあ、何よりも大事なんですけど、うん、でやっぱそのなんだろうな、でさ、やっぱ30、まあ第一、結婚の第一ブームというか、まあ流れがあると、まあ、25歳前後で一回山が来るんですね。例えば10代で結婚した人が結婚式になると、うん、10代の人が結婚式ってなかなかお金がなくてできなかったら、それから25ぐらいであげたり、大学卒業して結婚するカップルとかは25歳周辺で、今度30手前で結婚しときたいわっていう人たちが動き出して結婚するのが30アラサー前後で、やっぱ出産のことを考えてとは限らないです、全部これ全部それでいくと偏見になっちゃうんですけど、まあそういう流れがあるっていうイメージでは、まあ35歳ぐらいでもう1ウェーブが来てっていうのが大体落ち着く感じで、この3つのウェーブがあって、まあ、40歳になったら結婚式やめとこうかなってなったりはするんですけど、でまあそうやってこうウェーブ自体があるんですよね、うん、で、あ、銀トロさんがこの年になると一人の方が楽だと思ってくるから余計に結婚への意識を失う、そう、それもまあ楽かもしれないしね、なんかね難しいですよね結婚って、本当にね、一人だから必ず寂しいとか大変とかってことはないんですよね。でもね、銀トロさん、二人も結構楽ですよ。うん。あ、非婚者、うまいこと言いますねって。カニーさんが、バツイチで再婚はしたくないけど、パートナー欲しいと思ってる人が案外います。そうなんですよ、カニーさん。実は、生涯のパートナーはいたい。まあ、結婚までは別にしなくてもいいや、みたいな人は、実は実際いるんですよね。で、なんかこの辺がね難しいなと思って、事実婚っていう感じで、あの別に籍は入れなくてもいいけど、まあ生涯ちょっとこうお友達感覚でなんか結婚重たいなっていう人って多いんですよね。で、まあ、まあ婚活モールはね結婚したい人をっていうことでやってるので、あのまあ会員制っていうのもあって、例えば相手は片方は結婚したいのに片方は事実婚がいいなってなると、その組み合わせって結構しんどいので、あの結婚って事実がやっぱ欲しい、なんかこう方そういうのが欲しい人もいれば、別にそのパートナーさえいればいいと、そんなこだわらないっていう人もいるので、その人たちがこうマッチングしちゃうと、まあ、いざこざになるので、やっぱ結婚の希望がある人っていうことでやってるんですけど、まあ、実際ね、やっぱりね、まあ、すごい一緒に暮らせるぐらいの友達が欲しい。まあ、今ね、添い寝フレンズとか、添い寝フレンドとか、キスフレンドとかあるらしいんですよ。だからそういう意味では、まあ、一緒に暮らすだけの人が欲しいっていうのは、需要として今あるのかなと思って。うん。で、まあ、そういう意味では、婚活って、なあ、よくみんな頑張ってるなと本当に思いますね。まあ、事実婚したい人はですね、まああんまりおすすめしないですけど、あの立場上おすすめできないですけど、婚活パーティー行った方がいいかな。でも婚活パーティー行くとやっぱ結婚したい相手とも会っちゃうから、入籍してって言われるかもしれないので、まあ事実婚が一番難しいのかなと思いますね。気持ちはわかるんですけどね。
でもまあなんだろうな、結婚は別に形はないので、お互いが縛り合わないようなうまい結婚生活を2人で考えるのも一つのかなとは思いますけどね。まあうちは本当に何だろうな、妻が割と自由にさせてくれるので僕としては結婚はうまみしかないんですけどやっぱ苦みがある人もいますよね。だからこればっかりはね、なかなか結婚したら幸せになるよとも言えないし、いや結婚したら人生の墓場だよとも言いたくないので、まあ、この辺は難しいところかなとは僕も思っているんですけど、まあまあそういう感じですね。まあ沖縄県が未婚率で一番高かったから悪いとは思わないんですよね。まあ人生をそれで謳歌できる人もいるし、まあ銀トロさんはあげるわけじゃないですけど、この年になると人の方が楽だと思って余計に結婚への意識が薄れてくるんだったら、まあそこまで望んでないものをわざわざやる必要はないのかなと僕自身もちょっと思いますね。でもまあね、後悔もしするんだったらちょっと動いてみてもいいかなって。ただ本当にね、婚活って結構楽じゃないっていうのも、婚活支援ずっとやってて、やっぱね、知らない人と会ったり、なかなかね希望通りの人と会えなかったりするので、結構しんどいというか、やっぱり覚悟が、婚活するにも覚悟がいるので、まあそんなに簡単にはちょっと進められないなと思っているんですよね。ただまあ本当にね、気の合う人と結婚できたら結構、まあ、気の合う人ってと結婚できたらっていうと、また婚活難民みたいな人が出てくるんですけど、まあこの人だろうなと思った人とだんだんこう話をちゃんとして気が合うようになってくれば、割とね楽だし僕は楽しいんですよね。だからね、ちょっと Facebook とかにも書いてるんですけど、結婚しないといけないのって聞かれたら、いやしなくてもいいよって言うと思うんですよね。でじゃあ結婚っていいものって言われたら、あ僕はいいものですよって、でまあ本当に妻もいつも褒めるとラジオ公共の電波で褒めるんですけどまあ妻もね、いい奥さんもらったし、で子供たちもね、ちょっとこの後ちょっとお話ししようと思うんですけど、子供たちも元気な素直な可愛い子供たちを授かったので、家族っていいなとは思うので、もしねちょっとでもそういう家族に憧れがあるのであれば、ちょっとね本当に先の見えない、ね、自分に合った人を会うとか、そういうのが分かんないですけどね。あ、白子さんコインありがとうございますこれで自分でつなぐなくてよくなりました、ありがとうございます。なのでまああんまりね難しく考えると結婚ってできないんだろうなって最近思っていて、でそうそう Facebook でね、なんか婚活でテーマで、なんか婚活って聞いて、なんか聞きたいことありますかって聞いたら、誰も一人しか連絡、コメントがなくて婚活パーティーって人集まるんですかって言うと、まあまあ婚活モールの食事付きのものって結構割と来ますよっていう話をしたり、ただ沖縄県って狭いので婚活してるの知られたくないっていうので一歩遠のいてる人はいるかもしれないですねって話を書いたんですけど、で婚活って聞きたいことありますかっていう質問自体がちょっと難しかったよなと思っていて、なぜならあまりにもこう身近になさすぎるというか、例えるなら五代五のガンダーラみたいなガンダーラって曲あるじゃないですか、あのガンダーラで何か聞きたいことありますかって言われても特にないじゃないですか、身近じゃないから。あんなに有名な曲で、なんかインドにあるらしいユートピアみたいなで、それほど、まあ、婚活って、もうそもそも何が分からないものなんですよね。なので、まあ、もうちょっとね、皆さんの、なんだろうな、皆さんに、こう、そういう婚活の情報が広まって、なんか疑問が出てくるぐらいね、知ってほしいなと思っているんですけど、なかなかこの辺が難しくてですね、うまくいかないという感じですね。まあでもまた何か婚活で聞きたいことあったら
なかなか聞けるラジオって、まあ、ありはする。最近増えてきましたんですけどね。FM 宜野湾にも似たような、大人の恋愛相談室があったり、他にも多分あると思うので、まあ、そこでね、相談してもらったり、ここで相談していただけると、いろんな人にまた、すぐに答えるのが僕の特技なのかな。まあ、たまに持ち帰るかもしれないんですけど、まあ、そういうのも含めてですね、活用してもらいたいなと思っております。ということで、一旦 CM 入れて、ちょっと後半は教育の話をしていきたいと思います。そうね、そう、結婚が面倒っていうイメージがどうしてもあるんだよね。あるんですよ。で、面白いなと思うのが他県の取り組みで結婚ポジティブキャンペーンみたいなのやっててどんなに結婚ネガティブに思われてるんだよってちょっと突っ込みたくなるんですけど、やっぱみんなのろけちゃいけないと思うからネガティブなイメージが強いのか、結構一人も楽なのは分かりますよ。僕も一人暮らししてたので。でも結婚してからの方が、僕がそういうタイプだったっていうのもあると思うんですけど、結婚してからの方が楽だなって思うことは多いです。まあ子供がいてもね。うん、早く子供は巣立ってほしいなとは思ってるんですけど。はい。アイデアのお湯を OK 引き続き放送しております。 BGM がですねちょうど終わりの頃という、やっと入りましたね BGM ね、はい、アイデアのお湯を OK お送りしておりますよと。で後半ちょっとね4月からちょっと考え方を変えてですね、前半と後半ちょっと話の内容を分けようと1時間硬活の話を YouTube で見る人は辛いだろうと思っていて、逆のパターンもそうで1時間同じ話を聞かされるのは辛いかなと思って、じゃあ30分区切りにしたら婚活聞きたい人は婚活聞いて残り30分は別の話でそこから聞けばいいかなと思って、ちょっと今ちょっと4月はお試しで半分前半と後半ちょっと気持ち分けてちゃんと話そう。1時間フルで話すのもできるんですけど1時間に2テーマぐらい話そうかなと思ってちょっと最近ちょっとやってますね。で教育の話なんですけど、まあなんだろうな、これはうちの息子たちがですね、一応発達障害の自閉症スペクトラムと呼ばれるものを診断されていたですね。でこれがですね、まあ親としてはですよ全く困ってない、全くというと嘘ですけど、まあなんだろうな、障害っていうものをちょっと少し僕の価値観で話すと、やっぱ社会にちょっとフィットしないっていうのが障害だと思っていて、じゃあ家庭という社会の中では彼らは十分にフィットしているんですね。なので彼らにとって障害は特になくて、で親としても特に障害はない。で娘からしても弟なのであんまりこう困ってない。で幼稚園に入って、まあ幼稚園という社会ではやっぱ障害になったんでしょうね。でまあ幼稚園側から少しちょっと発達障害、まあその頃からですね、やっぱ言葉の発達は遅かったんですよ。でなかなかこう言葉で話せなかったりする子だったので、まあ大変ご苦労をかけたのかなと思いつつ、まあうちらとしてはまあ言うことはそこそこ通じるので大丈夫だろうと。あとまあ娘がお世話になった幼稚園で、まあ教育方針も好きだったし先生方も素敵な方だったので、まあ大丈夫だろうとひどいなんくるないさでですね、まあ幼稚園に丸投げではないんですけど、やっぱ幼稚園にいる間はまあ幼稚園にお願いすると、家庭に帰ってきた家庭にお願いするという姿勢があったので、まあ全部お任せしようと。でなんでこう思ったかっていう経緯を言うと、僕も中学校の教員やってましたし、妻は今小学校の教員やってるんですけど、白さんありがとうございます。
あの白子さんがこんにちはってすごくいい話を聞けそうな予感がして褒めしてみました、ありがとうございますで、僕もでもその教員が生活があってですね、まあどんな子でも受け入れるわけですよ、学校っていうのは教育を受ける権利を持っているので、どんな家庭が荒れてようが、どんなに素行が悪かろうが、障害を持ってようが基本的に受け入れるわけですよ。で、診断書がなかったら障害かどうか分かんないんですね。で、診断書があったら、まあ、障害って分かるから特別な支援をつけることができるんですけど、なので例えばね、九九ができない子供が中学校に上がってきたとしたら、家庭の問題とか小学校の問題とかそんなこと関係ないんですよね僕からすると、これ僕の感覚の話、受け持った子供を観察して理解して、その子供に合った教え、まあ、その子供とかそのクラスに合った教え方を考えてやるのが教師の仕事だと思っていたので、だから実はですね、僕家庭訪問も行かなくていいと思っている人で、家の顔と学校の顔って僕の中で絶対違うし、違う方が正常だと思ってるんですよね。社会性という意味では、例えばものすごい仕事できる お父さんがいたとして、会社ではすごく仕事するけど家帰ったら家事も育児も何もしない、ダラダラして、でも本当は仕事がとってもできる人だったっていうことだってあるわけじゃないですか。で、そうやってなんだろうな、安全基地っていう言い方をするんですけど、自分の気を抜けるところと、気を抜いてはいけないところのメリハリをつけることって大事で、まあ、どこもでも 100% 元気っていうのはなかなか難しいのかなと思っていると、学校の顔があってもいいと思ってるんですね。で、学校の顔があってもいいし、お家帰ったら家庭の顔で甘えるだけ甘えていいと思うんですよね、家庭教育だと。で、だからうちではですね、基本的にしつけをしたいというか、まあこういうちょっと語弊があるかもしれないですけど、やっぱり例えばテーブルの上に立つとか椅子の上に立つとか、その周りに迷惑かけるようなことはできるだけさせないし、まだするようだったら連れていかないようにしますけど、まあすいませんって頭下げて許される範囲だったら、でどうしようもない範囲とかあるじゃないですかね。よく話題になったのが、ちょっと前に話題になったのが、飛行機に乗っていて離陸から着陸まで子供が泣いてて、その子供泣いてた親を怒鳴りつけた人、有名人の人がいて、ちょっとそれで話題になったんですけど、まあね、子供は泣くものなので、かといってね、親が何もしてなかったらそれは問題だと思うんですよ。泣き止ませる努力をして、それでも泣き止まなかったらそれは仕方ないっていう考え方なんですね。で、泣きたい時は泣けばいいっていう教育もしているので、怒って泣くのも怒って泣いてもいいけど、お父さんは何も変わらないよみたいな教育をしているので、やりたいことはできるだけやらせてあげる、でダメなところはダメってしっかり言うというメリハリはちゃんとつけていて、でこんなね、こんな育て方するからなんですけど若干まあ社会性不足、集団生活における社会性が若干不足してたのかなとは思うんですけど、まあそれがね、幼稚園という教育の場になると障害になったのかなってちょっと思う部分はあるんですけど、まあ僕たち夫婦としては、まあ子ども同士の中で社会性って磨くものだよねって思っているので、まあ幼稚園に預けて、で子どもたちが揉まれればいいと思って いるしいたんですね。でこれはいつも子育て講演会の時にも言ってるんですけど、しつけって結構一過性なんですよ。その時叱っても中高で思春期迎えると、親に言われたことっていう知識で覚えた、頭で覚えたことって本当に欠落していくというか、思春期の時に塗り替えていくんですね。身をもって体験してないことっていうのは、身をもって体験してみようと思ったり試してみたくなるので、そうじゃなくてもう社会に入れて、いや、まあ叩いちゃダメだよ、殴っちゃダメだよっていう、蹴ったらダメだよとか、物投げないよっていうことは言います。それは怪我をさせる恐れがあるから言うけど、もう本当にそれをやった時はすごく怒る、叱るんですけど、
でもそれで嫌われてみて、あ、やっぱ投げちゃダメなの、怪我させたらいけないんです、いけないので言うけど、怪我させてしまった時にやっぱダメなんだなと思った時に、本当の意味のしつけというか心が、気づくんですよね。で、それを僕たちは期待して、まあ、幼稚園に預けようとしたんですけど、どうもですねあ、まあ、発達障害の疑いがあるということで、しばらくの間預かり保育もさせてもらわず、僕預かり保育にすごくかけてたんですけど子ども同士で、でもちょっと先生が見きれない心配なのでっていうことでしばらく預かってもらえなくて、で結果的に、幼稚園サイドからその一人、まあ、結局その話もうやむやになったんですけど、まあ簡単、まあはしょると、まあ、診断書取ってきてくださいという話を受けて、あ、まあ幼稚園が必要とするんだったら診断書取ってきましょうとね。で、このちょっと裏もちょっと、まあ、全部話すと、まあお医者さんは診断名つけますか、どうしますかみたいな感じで、まあそういうお医者さんの方針もいろいろあると思うんですけど、必要だと思えば診断すればいいもので、必要と思ってないんだったら別にいいですよみたいな感覚だったので、困ってないならつけるものでもないですよっていう話だったんですけど、まあ夫婦は、うちら夫婦は別にいいかなと思ってたんですけど、まあね、診断書がないと幼稚園困る感じだったので診断書を出したんですね。で、なんか、うん、まあそれはそれで、特別な支援を受けれるなら、で幼稚園もそこで、ね、何かお金がついて、の息子たちにの支援体制が、ね、上がるなら、そんなにこんな嬉しいことはなくて、まあ、そこの幼稚園も先生も好きなので、その場でその子どもたちがまたよりいい支援が受けれるならと思っていたんですがなんかこう最近ちょっと、まあこれがその学校と、例えば障害児を持つ、障害を持った子供を持つ親御さんで摩擦が起こるとこだと思ったんですけど、なんか最近感じてしまっているのが、まあ、不信感とかそういうのではないんですけど、自閉症スペクトラムっていう障害名がついて、で初めはね、言語の発達、言語の遅れがありますねっていう話で、あ、確かにありますねっていうのだったのですけど、あ、なったんですよね。やっぱそこが気になるポイントだったんですけど、まあ、最近ちょっと逆にですね、いろんな人に、体幹を鍛えた方がいいですよとかいう話になっていて、あ、なるほどねって、あ、体幹鍛えればいいんで、まあでもお医者さんも、まあ、3年ぐらい経てば双子で、NICU 入ってた、まあ、早産で生まれてきたような子は、まあ、3年ぐらい経ったら追いつくかなみたいな感じなのでって言われていたので、まあ、特に何か積極的に治療とか療育とか、そういうのは教育みたいなことはしなくても大丈夫じゃないですかねっていう話だったんですね。で、それがちょっと、まあ、体幹やった方がきっちり座れますよ、体幹鍛えた方がっていう話をですね、まあ、いろんな人から、まあ、聞く機会が幼稚園があって、で初めはねあ、話ができないことにすごくスポットが当たってたんですけど、最近は体幹の話になってきて椅子にずっとできれば長く座ってもらえるようになった方がいいかなっていう話になって、ん？って思ったんですよ。いや、もちろんね、その学校サイドとしてだらっと座れないことは確かに、うん、見た目はよろしくないんですけど、もし、まあ、僕もちょっとその教育の話するときは厳しいんですけど、もし、うちの息子たちがその障害なり、まあ、その育てにくさとか、指導しにくさがあって他の子に迷惑をかけたりで、幼稚園の教育方針に反するんだったらいつでも転園しますって言ってあるんですよ。例えば儀式、例えば修業式とか、なんかこう椅子に座らないといけないものがあるとしたら、座っとかなければいけないっていう教育方針で、うちの息子が、まあ、だらっと、体幹が弱いのでだらっと座ってしまうと、
それが教育上他の子たちに良くないって言うんだったら、それは仕方ないなと僕は思って別の方法を探ろうと思うんですけど、なんかそういう話になると、なんか初め言葉の話してたのに最近やたら体感の話になってくるとですね、あの親の気持ちとしてね、親の気持ちとしてなんか診断名出して、でなんか荒探しされてる気になり始めてくるわけですよ。なんかここが悪いから直さないといけないみたいな。それってでもそんな話してませんでしたよねみたいな。で、なんだろう、僕としてはですね、椅子にずっと座り続けられることが必ずしもいいとは思ってないし、あの、まあ、障害を持ってて、まあ、小中中までなってそうなるようだったらもうちょっと何か考えようかなと思って、まあ、早期療育がいいとは言われているんですけど、なかなかね教育学的にね何がいいかって実は何も言えないんですよ。ぶっちゃけると。で、早期療育がいいだろうっていう感覚は分かるんですけど、必ずしも早期療育がいいと言える証拠は出せないので、でまあそんなことを言い訳にしながらですね言い訳というか、しながら、まあうちの息子たちももうちょっと伸び伸びやらせてくれたらいいのになと思いながら、でやっぱここが学校側と障害児を持つ親との摩擦になるところかなと。まあうちの子供たちは割とこう楽しく幼稚園行っていて、で幼稚園も特に困ってることはないって言ってるので、まあそれでいいんじゃないのと思っているところに、なんか体幹を鍛えなければいけなくてみたいな話をすると、いや鍛えないといけないって話は誰もしてないですよみたいな。ね、なんかそういうので、なんか体幹を鍛えなければいけないという言葉の裏にこう読んじゃうじゃないですか。だらっとしては困るみたいな、うちの子供の悪いところそんなに探さないでって思っちゃうんですね。僕本当に引き目なのかもしれないですけど、そんなの関係なく、なんかうちの子たちは素晴らしいなと、うちの子たちだけじゃなくてね、まあみんな素晴らしいと思っているので、で、まあ、正直な話ですよ、ちゃんと座れない子なんて中学校でもよく見てきたし、それが体幹のせいなのか、その時の性格の問題なのか、何の問題なのか分かんないです。しつけの問題なの、そんなのはね、ほんと中学校教員やってた時関係なかったんですよ。まあそういう子だから、じゃあどうしようかって考えて、それを親に相談してもいいと思います、してもいいんですけど、なんか相談の仕方もやっぱ考えないといけないんだろうなっていうのをちょっと今回ちょっと思ったなって言って思ってましたね。でちょっと教育の話で、このちょっと思この今回の件で思ったことが、やっぱまあ私立の幼稚園っていうのもあるかもしれないんですけど、まあ公教育で公立でね、まあ生徒は選べないんですよね。で例えばちょっと面倒見きれないので、じゃあ君はこの学校からこの学校やめてくださいとも、実は小学校中学校は言えないじゃないですか、公立のね。なのでそういう意味では受け入れるしかない状況で、教育っていうのは、これは公教育と呼ばれるものですね、行いという。高校でもね、よほどなことしないと退学にしないんですよ。で、今銀トロさんがね、意外な才能が開花するかもしれませんねって、ピカソもゴッホもそうだったみたいですし、ということで、もう本当に何だろうな、やっぱちょっとやっぱ逸話が残る子供自体逸話がある人多いですよね。でまあ自閉症スペクトラムって今本当に言葉になって障害っていう扱いになってますけど、なんだ、病院の人も言ってましたけど、スペクトラムなので、まあ偏りの問題で、まあ、みんなにあるようなもんだと。でそれが色濃く出るか出ないかで、スペクトラムって本当に幅の話なので、でやっぱ色濃く出るってことは別のところで何か才能を持ってる可能性もあるんですね。で、まあ、例えばね、娘だと本当に
去年1年生の1年間はもう本当に漫画を描き続け好きな漫画をひたすら描き続けるし、親何も言ってないですよ。で、うん、まあ、そういうことをやったりいろんな話を考えたりするのが得意だし、で、まあ、自閉症スペクトラムと呼ばれている長男と次男がいるんですけど、双子ね、長男本当に観察力が半端ないんですよ、うん、もうびっくりするぐらい、他の子が踊ってるのを見て真似して踊れるんですよね、うん、だから頭の中ですごく初めからやる真似してやるわけじゃなくて、うん、でじゃあ次男坊はどうなのかっていうと、次男坊は本当に今おしゃべりになっていて、あんだけ言葉のまあ言葉遅れてたんですけど、とってもおしゃべりになっていて、でなんだろうな、辻褄を合わせるのが上手なんですよ。理論的に喋って顔はね全然理論的な顔してないんですけどもうね、可愛い顔してるんですけど、すごくね言葉のチョイスがね理論的なんですよね。だからちょっとびっくりさせられる時があります。なのでそういう意味では他の子供にないものはやっぱり持っている。でもこれって自閉症スペクトラムだからっていう感覚もやっぱないんですよね。みんなそれぞれ持ってるよねっていう感覚の中で、でうちの息子たちは好奇心旺盛で行動しちゃうタイプだったので、まあ先生たちからすると言うこと聞かないとかそういうのがあったのかなとは思うんですけど、うん、まあそういう意味ではね、なんかまあまあ手を煩わせて申し訳ないですねっていう感じもやっぱあります、幼稚園側にはね。なのでできるだけ幼稚園の望みを叶えていきたいんですけど、まあ幼稚園とこう話をしていくうちにどうも困ってるのが、うちではなく幼稚園だと思うんだけど、うちが困ってるみたいな持っていき方とか、うちの子供たちが足りないみたいな話をされているような感じになるのがあまりそのお互いよろしくないなっていう、うん、カニさんありがとうございます。双子くんの将来楽しみですよ。もううちの子供3人とも楽しみですよ。もうのびのびさせてるので、でお姉ちゃんもなんかね、勉強しちゃんとするので、夏休みの宿題で各系のやつは1日で終わらせましたから一緒に集中力もある、 2、3時間は集中できるんじゃないかな。だからそういう意味でも娘も含めて、そう、その教育の大事なところって子ども理解なんですよね。子どもをいかに理解して本当に足りないのか、何を伸ばしたらいいのか、で足りないとしたら、足りないというか、まあ、社会、学校という社会があったら何をそのどうやってこうこの子をこの輪の中に入れていくかっていうのを考えるのが教育だと思っているので、まあそういう意味ではね、本当ならですよ、本当なら幼稚園行って全部レクチャーしてやりたいって思ってるんですけど、どうしてもね自分の子供だと自分親対応になるし、子供も甘えが出ちゃうかなと思うとちょっとそれはできないなと思って、だからね、で銀トロさんが障害と思うのは一般的ではないことだけで、当の本人たちからすれば一般の考えの人たちと変わっていると思っている人たちが変わってそう、そういうこともあると思う。でも僕も多分ね、息子たちの発達障害のことを調べていたら、あれ？俺、僕も結構障害持ってるんじゃないみたいな自閉症スペクトラムじゃねえって自分でも思う時があって、で、まあ、僕の感覚としては他が変わってると思ったことは実はなくて、でも自分が変わってるのは分かる、変わってるというか物の見方が人とちょっと違うなっていうのは常日頃から思ってたし、逆にそれがある意味大学時代とかは強みだったんですよね、だから一般の考えの人たちの考えも、まあ学校公教育っていう場所でもう僕も小中高大学と勉強してきたので一般的なことは分かるんです。で、一般的、こういう考えなんだなって思って育ってきたんですけど、
それが違うなとは思わない。それが一つの考えだなとは思いますけど、それが絶対だとも思わないので、だからああなんか一方常識なんてどうにでもなること多いのになとが思っているうちの一人だったりしますね。なのでまあなんだろうな、本人たちが困ってなくて楽しく生きてるなら、まあ他がね、あのこれもちょっとさっきの結婚の話じゃないですけど、一人だから寂しいから不幸だろうみたいな勝手な決めつけはよろしくないのかなと。だから例えばうちのうちの息子の、まあ、長男なんですけど、体幹が緩くてずっとじっと座ってられないからかわいそうとか、教育してちゃんとできるようにしないといけないからっていうのはすごく第三者的な発想なのかな。正直な話ですよ、僕もなんだろうな、その式典とかですぐ飽きるタイプなんです。それをどうにか自制心で抑えるので、抑えたり立ち歩けるならもう本当にそこにいたくないぐらいだから教員時代はそのカメラ役して動けるようにしてたり、だそういう手段が取れるわけですよだからなんだろうな、大人が求めるような子供像に必ずしなければいけないっていうことはないのになっていう熱い思いがあって、でどうしてもね学校現場にいるとその枠組みの中に収めたくなるかなと思うんですけどね。だからね、こういう意味ではまあいろいろね、考えるところがあるなと思う。銀トロさんが、少し話は違いますが、前にテレビで交通事故で記憶がなくなり、固定概念もその人がなんでこのご飯は白なの、青いご飯はないのって感じで言ってましたと。だからね、逆に言うと僕も、まあ、白いご飯なのって考えることはあんまないですけど、青いご飯はないのっていう発想すごいいいことだと思うんですよね。まあ、そういうね、ちょっと変な 親に育てられてる子供たちなので、変な子供が育ってるのかもしれないですけどっていう感じで、うちはこうやって子育てしてますよという話と、まあ、教育って観察から始まって何をしてあげられるかなっていう話をして、今週のアイデアの OUOK は閉じていきたいと思います。銀トロさんもありがとうございました。かりんさんも白子さんもありがとうございました。本当に皆さん、あさとさんもね、はい、それでは来週もアイデアの OUOK よろしくお願いします。来週はゆっこさん登場です。それではバイバーイ。やっこさん、ありがとうございます。見ろ整然と疲れました、今日も。またよろしくお願いしますね、皆さん。ロワンワンギロワンワン、ありがとうございました。お疲れ様でした。